自己紹介します。フォレの名は GSC 学生連合の大崎萌え。どうもありがとう。こちらが実名です。いや、実名を言わないのもプライバシーの尊重。いやー、最近コロナでさ、実家帰れないからオンライン帰省いいなって思って。私おばあちゃんの役やるから、萌え GSC 学生連合に入ってる孫の役やってもらってもいい？学生連合の孫の役、悪くないだろ。おばあちゃん久しぶり。あー、いや久しぶりだね、おじいちゃん。え、なんか映ってる。時を戻そう。萌えちゃん、最近どうだい？最近はね、GSC 学生連合の活動がとても楽しいんだよ。何をやってるんだい？その、グローバルスタディーズ&コラボレーション、学生連合ってのは。いや、発音が良すぎるのも、なぜなら彼女は平成生まれ。学生連合では、こういうオンラインという状況の中でも、学部生とか高校生、それから地域の人たちなんかにもイベントを企画しているんだよ。はあ、イベント？そりゃなんだ、ほら、ばあちゃんばあちゃん、横文字を簡単に説明してあげるのも私の高校。イベントには、例えば自分が好きなことを企画にした模擬国連や防災セミナー、高校生に向けて学部で学んだことを一部レクチャーする高校訪問、そして学部生同士の交流の場を作る地球儀大会や新入生交流会などがあるんだ。さらに学生連合のこれらの活動は、学部や学部生、教授、学務、地域の方々など学連に関わる全ての人の幸福、発展に貢献する貢献性、学生目線で貢献する正義性、自分たちが、そして学連に関わる全ての人々がワクワクするような活動を行う感動性、これらの3つの理念に基づいているんだ。いやー、結構しっかりした団体なんだね。ああ、そう、それはそうと、萌えちゃん大学に友達はいるんだろ？方言きついけど、それが私の故郷。もちろんいるさ、ばあちゃん。特に学生連合の人とはよくオンライン会議で会うし、何より心が温かくて優しい人が多いから、とても居心地がいいんだ。そうだよね、一緒に遊びに行くことあるって萌えのお友達からもよーく聞くよ。ばあちゃん、私の友達と知り合いなんだ。そう、 LINE しとる。いや、どういう関係って探りを入れないのも個人の尊重。じゃあおばあちゃん、今度オンライン会議に参加してみる？いいのかい？いや、今から緊張しなくて大丈夫。いや、あのね、これは顔が見られただけで十分だから、またねっていう挨拶。いや、おばあちゃんが終わらせたっていい。どうもありがとうございました。